さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは山瀬、まあ、バントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。いきなり牽制、一塁はセーフ。もう一球牽制球、セーフ。ここも牽制、一塁はセーフ。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど、切れました、ファウルボール。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タッチはアウト。これでワンアウト。ジャイアンツ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。